ハリエタカシナ駅は中華人民共和国上海市、歩東新区に位置する上海軌道交通2号線の駅である。なお、ハリエタカシナ駅前にある、ハリエ有機電車のハリエ地鉄駅駅についてもここで、述べる。高架駅時代の姿島式ホーム1面2線を有する地下駅。2010年2月13日までは、相対式ホーム2面2線を有する高架駅であった。さらに、 東への延伸の決定と延伸ルートの都合により、わずか9年余りで、高架駅は放棄されることになったが、高架駅や高架線は残存し、上海軌道交通の訓練基地として運用されている。なお、新地下駅は旧高下駅よりも一ブロック東に移動したが、バスターミナルやハリー駅動電車の乗り場は、旧駅の脇にあるため、新駅からは必ず横断歩道を通らなければならない。 急降下駅の南側にある相対式ホームの停留所。日中は基本的に急降下駅に近い方のホームに入線する。上海歩道新区ハリエ交海園区に位置し、駅周辺には外資を含むハイテク企業の研究所や生産拠点がある。ありがとうございます。